どうも、チューバーチャンネル TV、カミヤンです。今回も、ムソオロチ3、アルティベット、続き、やっていきたいと思います。主要人物、奥に、純育、孫権。さあ、6章。異彩の同士、引き続き、オーディンの幻を追う太公望たち、孫悟空を撃破し、情報を集めよう。連合軍はオーディンの支配地の一つを攻略する。クロウの甲斐あってイグドラシルに関する有用な情報と新たな仲間アキレウスを得ることができた。次に目標とする地点は戦界への入り口からほど近い場所にある。太公望は他の英傑らを引き連れその地へと進軍した。ここもオーディンが先んじて抑えたという用地か。今は妖魔どもが守りを固めておるようだが。妖魔ね。向こうにいる間近くで見ることが多かったが、面倒な相手には違いないな。ガイア殿、早速オーディンの幻を呼び出してください。奴らがこちらに気づく前にとっとと片付けてしまいましょう。そうね。それじゃ始めるわよ。これでよしと。幻は呼び出したわ。おそらくこの土地のどこかにいるはずよ。大地の記憶を具現化しちゃうなんてガイアさんってすごいんだね。それじゃ早くみんなで会いに行こう。いいだろう。全知全能たるこの私が先導。いや待て、この気配はまさか。太公望殿、背中に虫でも入ったか。それにしても思わせぶりな態度で出鼻をくじかないでもらいたい。すまない、少々お勘がしてな。何、こちらの話だ。キコーラは気にしないでくれ。奴が近づいているというのか、この異界に。連合軍対オーディン軍、勝利条件、オーディンの幻との接触、敗北条件、太公望と三蔵奉仕、いずれかの敗走。戦闘開始。オーディンの気配確かに感じるわ。力を尽くしましょう。東の方へ進んでみましょう。速やかに幻と接触して退散するとしよう。尺に触る気配が近づいてきているようだ。ウケー、あいつら何か探し物か。こりゃ面白そうじゃないの。俺様自慢の分身で引っかき回してやるぜ。孫悟空出現。よりによってこんなところに現れるとは、うまいましいやつだ。騒ぎを大きくされる前に私が縛り上げよう。頼もしいじゃないけど、あのお猿面倒な子だから気をつけてね。ご忠告に感謝する。我らにとっては今更だな。キコーラは先にオーディンの幻を追ってくれ。なんだか楽しそうじゃないの。俺も仲間に入れてくれよ。魅力を尽くしましょう。今なら分身同士毛づくろいでもしていれば良いものを。相変わらず面倒なやつだ。カズラザルメ、この鬼柴田が一体残らず急を据えてくれん。ジュンクの無双発動。ここまでにしましょう。こら悟空、またみんなを困らせて。当という今日は許しません。いえ、
様が怒ってる。こりゃとっ捕まるわけにはいかねえな。オーディンの幻は城の中にいるみたい。城内の敵を倒しながら探すしかないわ。この程度の連中、私の敵ではない。さっさと片付けるとしよう。我が剣に役に立ったら、すっかり調子に乗っちゃって。太公望さん、大丈夫かな。さあ、確定。自信満々って感じだったし、きっと大丈夫よ。もう、彼っていつでも自信満々だけど。いつもすごく頑張ってるね。私、あなたのために一生懸命踊るから。よし、敵将撃ち取ったぞ。はい、貴様は踊り食いにしてやろう。さあ、お国の無双発動。インドクレナス、今日は調子が悪い。あばよ、目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別だ。威力を尽くしましょう。いかがでしょう。お別れです。これで幻に近づけるわよ。ユグラシ、死の海に打ち勝った証。タグナルトの生き延びで私の宝。ここは良い場所。我が宝のタグナルト。まどろっこしい言い回しね。つまりオーディンがユグドラシルを手にしたきっかけ、それがラグナロクだったってことかしら。よし、開門。この地から得られる情報はもうないみたい。さあ、戻りましょうか。なになに、もう帰っちゃうの。寂しいこと言わないで、もっと遊んでこうぜ。けどお師匠様の説教は勘弁だ。ってことで、これならどうよ。オッケー。呆れたお猿さんね。私たちを閉じ込めてどうするつもりなの。何、退屈はさせないって。ちょい強めの奴らがお相手するぜ。孫悟空、いらぬサルジエを働かせたものだ。放置して城内の仲間が全滅しかねない。そんな功で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待ははるかに高い。猿の栄達の道を断たれるなど冗談ではない。まったく勘弁してほしい。やれやれ、異界の様子を見に来てみれば、こんなところでも悟空が暴れていたか。さあ、何者か登場。この覚えのある偉そうな客は、よーせ、ついに奴も異界へやってきたようだ。よーせ、ひとまず邪魔な分身は消してやるとしよう。妖精、なんであいつがここにいやがんだ。こうなっているでボッコボコに。妖精、いや、ダメだ。あいつとやり合うには準備がいるな。妖精、あの気配やはり貴公だったのだな。城内にいるの
のならさっさと門を開けてくれないか。やらしやすい。その声は太鼓坊、君だな。私一人でも手は足りるが、お望みなら開けてやろう。その鼻持ちならない態度は相変わらずか。もういい。今は城内の仲間を救援するとしよう。腕は認めているわ。準備はよろしいですね。さあ合体シーンで発動。レベルアップ。冒険のカモ。こんなものは苦戦のうちに入らぬ。英才教育を受けた私にとってはな。任せてもらおう。何の怒り。孫権の無双発動。随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。どうも、この状態どうにかしてくれません。威力を尽くしましょう。ハードルが過ぎましたね。ここまでにしましょう。そんな顔で満足してもらっては困るな。飛行に対する私の期待ははるかに高い。さあ合体シーン発動。意図愛の力。あぶね。やった。大社無口なんだり。ありがとう。お金で助かったわ。任せてもらうよ。ところで、あなたは一体。ゆえあって旋回から来た妖戦とは。詳しくはこの状況が落ち着いてからとしよう。おい妖戦、さっきはよくも邪魔してくれたな。そうじゃなくてもお前には山ほど恨みがあんだ。呆れるほどしつこい猿だ。ようやく分身と怪物を片付けてやったという。まったく悟空ったら。私たちもうヘトヘトだよ。悟空、随分とやる気になっているようだ。これ以上面倒な状況になる前に片付けるとしよう。軍を二手に分け、二手に何から攻撃する。私は北へ回る。南は言わずともわかるな。受けてみろ。その程度の策、私とて思いついていたぞ。威力を尽くします。まあ、南は引き受けてやる。決まりました。失礼。
私たちは南へ回り、悟空を釘付けにするとしよう。おとりがおらねば陽線の奇襲も成り立たないだろう。太公望と陽線って不思議な関係だわ。仲良しじゃないけど、お互いに認め合ってるのね。好ましい戦いぶりだ。そのまま修練を積むといい。よろしやす。真の三国武将を任せましょう。任せてもらおう。打診術が強い。これぐらいにしといてやる。敵を打ち取りました。苦しめてやる。力を尽くしましょう。失礼。いかんじゃ。源の九郎義経、これにあり。我が剣に宿るがいい。遅れを取るとは。そんな功で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待ははるかに高い。覚悟しなよ。今日の俺様は一味違うぜ。太公望なら悟空に攻撃を始める。奇襲をかけるなら今だな。こっちだ悟空、私の一撃受け止めてみるがいい。嘘だろ、いつの間にそんなところに。陽線さんと太公望さん、相変わらず息ぴったりだね。威力を尽くしましょう。陽線のやつ、小賢しい手使いやがって。これまでの恨み、いつかまとめて返してやるぜ。陽線さん、来てくれて本当に助かったよ。何かお礼しないとね。ならば君たちの話を聞かせてもらおうか。この異界で何が起こっているのか興味があるのだ。勝利でございます。陽線さん、私たちと同じ戦界から来たんだよ。
しかし妖仙、なぜ今更ここへ来たのだ？ずいぶんと出遅れたものではないか。君と違って私は暇ではないのだ。異界の混乱を収めたくとも、その前にやることが山ほどあった。妖仙さん、いつも忙しそうにしてるもんね。なのに来てくれてほんと助かったよ。そんなことより、まず現状を把握したい。そうだな、君に話を聞くのが早そうだ。私に？ふん、有能な人間を一瞬で見極めるとは、偉そうなだけではなさそうだな。指名とあらば、手短に説明してやらんこともない。なるほど、状況は理解できた。敵の攻撃を退けながら、肉体と分離した魂を探し滅ぼすとなると、いささか厄介だな。そうなんだ。でも妖精さんが力を貸してくれるならとっても心強いよ。いや、まだ君たちと手を組むとは言っていない。まずは君たちが助力するに足るかどうか見極めさせてもらおう。まったく、何様なんだこいつは。太公望殿、あなたのご友人らしき御人はまた随分と面倒な太刀のようだ。これで先ほどのおかんの正体を分かってもらえたのではないかな。妖精、助力する気がないというなら仕方あるまい。ならば心ゆくまで見物しているがいい。全知全能の私がことを滞りなく進める様をな。はあ、妖精さんも太公望さんも相変わらずだな。二人が仲良く力を合わせてくれればいいんだけど。オーディンはラグナロクとやらがきっかけでイグドラシルと結びついたようだな。ロキ、そもそもラグナロクとは何だ？私やオーディンがもともといた世界、アースガルズで起こった最終戦争のことだ。オーディンはその戦火をくぐり抜け生き延びた。お前はそのラグナロクより前からオーディンを知っていたのだろう。奴がユグドラシルを得た経緯についてもっと詳しく教えてくれないか。対抗策を練る手がかりとなるかもしれん。残念だが、それは私も知らない。ただラグナロクを生き延びたオーディンはそれ以前よりさらに冷酷になった。冷酷にか。奴とユグドラシルが結びついたことと何か関連があるのやもしれんな。しかし新たな情報が増えれば増えるほどに謎は深まっていく一方か。ことはそう簡単に進まんようだな。ええ、でもいつか必ず知りたい真実に近づけるはずよ。諦めずに調査を続けましょう。そうそう、妖地を解放できたおかげで私また元気になれたのよ。次からは幻を呼び出すこと以外でもあなたたちの役に立てると思うわ。期待していてちょうだいね。六章、オルレアンの乙女へ出撃できるようになりました。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミアンでした。バイバイ。